はるかたんさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。山下くん、のぶくん、桑野さん、プルスウルトラー、プルスウルトラー、番組初のゲストになる桑野さんへ、桑野さんの担当するキャラは、キザなセリフを言う濃いめのキャラですよね。はい、そこで、目の前にいる、山下くん、のぶくんに、キザなセリフで、照れさせてください。出たー、出た、出た。お願いします。そうですよ。来ましたね、洗礼が。声優ならではな感じがある。やっぱあるんですか、声優あるあるです、これ。そうですね。突然のこういう、ね。ちなみに、お二人にお手本とか見せてもらったことは可能なんですか、これ。あれいや、だって、ちょっと僕もあれですもんね。あれ、ね。お二人にお手本とか。ああ、なるほど。あ、なるほど。事故するなら一緒に事故したいなと思ってるんで。なるほど。これはキザなセリフを聞きたい感じ。ではもう。うちの大輝が行きますよって、もう。もうなんか。うちの大輝ですって。ちょっとじゃあもう。嘘かい。よっしゃ、はい。わかりました。これ誰に言うかだよね。あ、やっぱ僕に。こうちゃんに。あ、ちょっとじゃあ。じゃあ、行きます。じゃあこれを使います。え、じゃあ、はい、準備はいい、大輝くん。大丈夫です。おもむろに何か芋を取り出しました。ほん。あ、このスイートポテト、とってもスイートだね。でも君の瞳の中のほくろの方がもっとスイートだね。はい、おい、イエーイ、カモン、イエーイ、カモン。いやー、さすがだよ大君。さすがっすわ。見せてくれたね。さすがですね。これでこうちゃんやりやすくなったと思う。マジっすか。